スバルの、まあ、WRX-STI の中でも一番完成された車なんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。ドライビングに合わせたあのなんて言うんでしょうね、センターデフのマッピングを選べるのも、まあ、この運転好きが開発したスバル車ならではの特徴なのかなというふうに思います。車の話坂戸店のコーナーやってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ今回はですね GRB WRX-STI スペック C 紹介していきたいと思います。今回この GRB スペック C なんですけど、まあ、スペック C 自体結構あの走りに振ってる車でして、まあ、WRX-STI あるんですが、このスペック C っていうのは例えばタービンがボールベアリングタービンであったりだとか、まあ、あの車体重量が軽かったりだとか、インタークーラースプレーがついていたりだとかっていうのがあの装備されている車になります。まあ、実際今回この車は、まあ、ほぼほぼノーマルだとは思うんですが、実際にこう見て周りをこうちょっと見てみたいと思います。まあ、これ前期モデルになっておりまして、まあ、前期と後期ってあるんですけど、まあ、前期モデルだと、まあ、ここのグリルの形状があの こういった形状になったりとか、まあ、後期になるとここはもうちょっとこうギュッてあの奥に風を取り込むようなダクトになっているのが、まあ、後期の特徴だったりします。インタークーラー上に前置きというかそのエンジンの上に置いてあるので、あのここから吸入してあの実際にあの空気を冷やしたりとかするところになります。まあ、実際こういうところもまあ販売するときは全部塗装し直してきれいにするので、まあ安心してください。はい、じゃあちょっとエンジンルームをねせっかくなので、まああのかなり見てきたエンジンなんですが、まあ普通ですかね。まあちょっとエアコンの音がするかなとは思うんですが、まあこれは実際直して納車されるような形になると思うので、ノーマルの車です。というわけでざっと見てみますと、まあまあすごい綺麗なんじゃないですか。で距離は13万3000キロ、まあ13万3000キロって言ったらまあ普通の距離かな。まあ年式的に2000、だいたいこれが2009年モデルになるので、まあ年式から考えるとまあ距離は少し少ないのかなみたいな。まあ乗ってる車だともう20万キロ超えてる個体がありますので、まあ、実際13万キロであればあのものすごく少ない方なのかなというふうに感じます。で、まあ、実際、まあ、車内のどんな感じなのかなと見てみますと、まあ、ノーマルで本当にものすごいこういい、英語で言うとミントコンディションって言うんですけど、何もいじってなくてあの本当ノーマルのまま大事に乗っていた車なんだなっていう感じを受けます。実際にエンジンかけてみましょうか。はい、スペック C なんであれなんですよ、鍵なんですよ、このひねるタイプの。おお、まあエンジンの音もすこぶる調子がいい感じがするので懐かしいですね。僕が全日本ラリー選手権出た時この車に初めて乗りましたね。はい、ものすごいあの GC8 から一気にこの GRB になったので、結構あの車体の進化をもろに感じるような車でしたね。まあボディもハッチバックタイプなので乗っていて乗りやすいですし、まあ荷物もね結構乗せることができます。はい、シートも前に倒せるんですよ、こうやってこんな感じでって考えると結構荷物もねほら乗るんです。車中泊もできます。まあ実際車中泊僕してましたこの車で。はい、結構車としてはものすごくスバルの、まあ、WRX-STI の中でも一番完成された車なんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。だから結構乗って楽しいですよ本当に。荷物も乗るし、まあ燃費はまあ EJ20 なんでなりという感じではありますが、まあでもそれでも荷物も乗るし人も乗せられるし、まあしっかりとあの長距離運転しても疲れないんで、なのでまあせっかくなんでねこれからちょっと乗ってみて実際に運転してインプレッションしていきたいなというふうに思います。改造車買取専門店、改造車買取本舗、
高価査定カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。さあ行ってみたいと思います。アイモード、スポーツモード、スポーツシャープモードっていうのがあって、スロットルの感度いやブーストの上限値を変えることができます。だからモードで言ってしまえば、あの3モードあって、それに応じて、まあ、楽しむことができるのもこの車の特徴です。 DCCD、 あのセンターレフのコントロールユニットがついていまして、今オートマイナスで乗ってるんですが、合わせて4つモードがあるんですね。オートプラス、オート、オートマイナス。だそれでドライビングに合わせた、あのなんて言うんでしょうね、センターレフのマッピングを選べるのも、まあ、この運転好きが開発したスバル車ならではの特徴なのかなというふうに思います。4駆ターボですよ。でもなんか VAB とか乗ったから分かるんですけど、車体がちっちゃく感じるな。やっぱこのぐらいの大きさがいいな、荷物も乗るし。はい、ちょうど GRB スペック C 試走行ってまいりました。いや、この車乗ってみると分かるんですけど、本当に何もチューニングされてなくて、本当ドノーマル純正の状態で大事に乗られてたんだなっていうのがよく分かりました。まあエンジンも吹き上がりとかも全然雑味というか粗さがないので、あの本当に大事に乗られてて、で本当に最後の最後でこうあの売りに出されてしまったんだなっていうような、あの思い入れを感じるようなね車両になっております。今回年式は2009年平成21年ですね。で距離が13万3000キロ、車両本体価格は185万、支払い総額は198万円となっております。まあ、ぜひ皆さん興味があればアヘッドモーターサービスに連絡してみてはいかがでしょうか。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あのふるってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部も、ね、稼働していますけれども、まあ、ね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか。はい、中古車買取本舗、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。